すのと解決するのは違うから。フォートレススタンス、新しい盾と鎧の性能試させてもらうぜ。強く望み、そのために考え続けること、諦めずに鍛錬を続けること、これが口伝の全てです。急げ、切り込みは白い班だ。良いね良いね、犬が500で縁起がいいね。こんなドキドキリアルじゃ味わえないっしょ。くだらない。ウィリアム、敵を倒せ。超えるピンチがでっかい方がさ、後でご飯が美味しいじゃん。実行委員さんはここでお仕事ですね。いやうちも来なくてしたい。北の国の城、ところでどうしてアフターハロウィンなのですかにゃ。ハロウィンイベントあったやろ。はいですにゃ。10月の最後の3日間モンスターを倒すとカボチャがドロップされるというあれですにゃ。ちゅうわけで、そのカボチャが量産余ったから商品にしてなんかしようって話でな。作詞マリエールに抜かりはないで。エアメガネですにゃ。それにしても、秋葉の街も平和になりましたにゃ。せやな、いきなりゲームとように似た世界に放り込まれて、このままやったらあかん言うて円卓会議作って、現実の世界やったら絶対経験できへんことが山盛り祭りやもんな。本当にみんな頑張りましたにゃ。セララチも手を使うのは反則、そしてアンパンを落とすと弁償。優勝してニャンコさんとカボチャパーティー、優勝してニャンコさんとカボチャパーティー。トウヤ君もミノリちゃんも。トウヤ、勢いだけで投げちゃダメ、ちゃんとファントムの動きを読んで。了解。よし、泣かせとけ祭り。イスズッチもルビッチも呼吸とタイミングを合わせて走る競技など、僕たちの連携の前では何の障害にもならないのだ。ちょっと、もう始まってるって。なんと、これが障害物競争。ナイスファイト、さすが暁ね。すごい。一等はロゴホライズン暁選手必ず優勝してみせるぞ主君。
白棒たちも参加できたらよかったのに。仕方ありませんにゃ。まだいろいろ大変なのですにゃ。そうか。ただの鎧、中は空ですわよ。分かってるけどさ、衛兵だろ。衛兵が冒険者を襲うのは戦闘行為禁止区域で戦闘をした時だけですわ。そうだけどよ。遅いですわね、白江様。交渉がうまくいってないのでしょうか。最初からうまくいってない祭り、ここに来るの何度目だ。国へ一族、この世界の金貨の流通、銀行業務を担当してる一族だったよな。銀行だけでなく、衛兵システムやライフラインのすべて、町へのモンスターの侵入を防ぐ結界も彼らが張っているとか。どうしても無理でしょうか。先祖代々の規定に反しますから。では、国へ一族からの融資は？無理でしょうね。皆さんもご存知の通り、円卓会議は、このギルド会館、大神殿、商業会館、その他、町の様々な施設を購入しました。それらが敵対勢力の手に渡る危険を防ぐためです。ですが、維持費が馬鹿にならねえ。一月、金貨1000万枚もかかっちまうんじゃな。確か、このギルド会館の値段が金貨500万枚でしたっけ。毎月その2倍も払ってるのか。まあ円卓の財政が破綻するのは目に見えてるわけだが。お祭りも運動会もできなくなりますね。それどころではありませんよ。町の連中にはまだ。今円卓会議の弱みを見せるのは得策ではありませんから。南を気にしてるのか。フラントフローデン、秋葉でも噂になっていますね。そのプラントフローデンってギルドが南を独裁してんだろ。でもうまくいってるらしいぜ。南にフレンドがいてさ、時々連絡してくんだけどさ。独裁が悪とは言い切れませんが、今はクラスティさんもアイザックさんもいませんしね。ゲーム時代のイベント、ゴブリン王の帰還をきっかけに始まったゴブリン軍の侵攻、ザントリーフでの大規模戦闘に勝利した秋葉の冒険者たちは、ゴブリン軍の本拠であるセブンスフォールへの侵攻作戦を開始。クラスティさん、アイザックさんはその指揮官として、カラシンさん、アカネヤさんも後続部隊としてその支援に当たっていた。南が今すぐ脅威になるとは思えませんが。で、どうするつもりだ。今夜はニャンタさん特製かぼちゃ尽くしですよ。うまいけど。本当にかぼちゃばかりではないか。あんちょ、俺肉食いて。かぼちゃは栄養いっぱい、体を温める効果もありますにゃ。好き嫌いをせずに食べてほしいですにゃ。いや、その肉優勝は DDD、 2位は国権か。10頭だってすごいと思います。で、みのり、それは何？知らないおじいさんに参加賞だって押し付けられちゃって怖いんだけど。あ、ヤギスライムのぬいぐるみじゃん。おお、これが噂のキモカワアイテムとかってやつかい。男の子の趣味なんてわかんないですね。その点にあったさんは大人というか。そっか、あかんかったか。それで白江様は？みのり、そういや今日の祭りも白江に来てなかったけど。うん、お仕事忙しいみたい。また悪い癖が出そうな予感祭りだぜ。やっぱりこれしかないよね。さあ、この記念品をギルマスに渡してくれたまえ。そうそう、やめなって。あ、白江さん、お疲れっす。ああ、どうも。主君、主君、見てくれ、10等賞だ。すごいね。
白井さん、お疲れ様です。ありがとう、みのり。お仕事大変なんですか？まあ、それでみんなに話があるんだけど。え？シロ、今なんて？だから秋葉の町を出ようと思う。ありえへん、あかんって。クリスマスはどないすんの？あと一月くらいやで。なあなあ、どうそこがよ。おかえり。どうだった？異常はなし。雪はちょろちょろ、風パッパ。そっか、ありがとう。ああ。で、そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか？あれからもう10日だぜ。秋葉を出るってどういうことだよ、白井に。みんなには話してなかったけど、秋葉の町は今ある問題を抱えているんだ。詳しいことは言えない。でも解決するにはこれしかないと思う。主君、それでどこへ行くんですか？それも話せない。もっと僕たちを信用してほしいものだね、ギルマス。南のスパイが秋葉に入り込んでいる可能性もある。どこから情報が漏れるかわからないということですね。正解。なるほど。お口にチャックやな。円卓会議にはなんと、クラスティさんとアイザックさん、総次郎には教えておくつもりだけど。我が輩たちは白エチを信じてますにゃ。ありがとう。というわけで直次、留守番を。冗談。ピッチャーにはキャッチャー、エンチャンターにはガーディアン。ついていく祭りだぜ。主君。私も。暁は秋葉に残って。暁にしかできないことを頼みたいんだ。で、金が必要でなんでこんな雪山に？普通のやり方じゃ手に入らないんだよ。ちょっと額が大きいっていうか。ちょっとって？総額で80兆ってところかな。は、80兆？多分世界中の冒険者が持ってる金貨を全部集めても足りないね。で、秋葉の施設のために本当にそんなにいるのかよ。もし白江様、客人が到着したようですよ。なぜ半分隠れる？ご無沙汰でいいのでしょうか？ご無沙汰で構いませんよ。こちらはリガンさん、ミラルレイクの賢者で、わかりますか？フレーバーテキストで名前はよく見かけたが、こんな冴えないおっさんだったとはな。まだ信じられねえや。ええ、もちろん。国へ一族の窓口を務めております、金城と申します。はじめまして。はじめまして。国への一族の方にお会いできるとは光栄です。こちらこそ。冒険者を代表する大魔導士シロエ様に、ミラルレイクの賢者たるリガン氏、このような場を持てるとは偉大な先人も予想だにしなかったことでしょう。その輝かしい席は御身の存在によってさらに奇跡の度合いを深めています。国へ魔導文明の技術を伝える謎の一族、期待で胸が膨らんで仕方がありません。期待ですか？ええ、白江様はびっくり箱のような方ですから。ほうほう、それはそれは。お呼びしたのは他でもありません。資金を都合すること、融資ですか？はい、秋葉でもお話ししましたが、交渉の場にここを選んだということは、国への里と知ってのことですね。リガンさんに教えてもらいました。ほう、ミラルレイクにそんな記録が。
リガンさんの協力で国へ一族の里がこのティアストーン山地の近くにあることが分かった。そちらの本拠地を知ってるぞってただの脅しだよね。でも白江様からの依頼となれば引き受けたいのは山々ですが、できかねます。どうしてですか？先祖代々の規定に反しますから。やっぱり調べた通りか。この世界の銀行は投資だろうが融資だろうが外部に資金を提供しない。預けておいた金貨を払い戻す、それだけだ。どうやらこの世界には金貸しという職業は存在しないらしい。そして全ての金貨はモンスターを倒すことで得られる。世界中どこでも金貨は共通ということだ。モンスターを倒したとき金貨を得ることができますよね。ええ、そうですね。ダンジョンの宝箱から数百枚の金貨を得ることもある。冒険者の武勇のなせる技ですね。国へ一族から融資を受けられないというのであれば、そういうところに金貨を配っている人から配る前の金貨をもらうというのはどうでしょうね。で、シロ、それってまさか。モンスターを倒すと金貨が手に入るってのはゲームとしての都合だ。でもそれじゃリアリティがないてなわけで、ゲームだった頃のエルダーテイルには実は古代の強力な魔法装置が生まれ変わる魂に金貨を持たせるって設定があった。そいつを利用しようってのか。てかそんな仕組み本当にあんのかよ。それが可能だと。モンスターの転生はコンパク理論、スピリットセオリーで説明がつきます。しかし金貨は一体どこからもたらされるのか。ミラルレイクに伝わるありとあらゆる古文書を調べました。そして見つけたのです、国への黄金を。パルムの深き場所の最も深き底には大いなる黄金の渦があると書にありました。そして15代前のミラルレイクの賢者がそこで封印を行ったと。確認もしました。確かにミラルレイクの技術で封印されていますが、解除はさほど難しくはないそうです。なことしてたのかよ。それではその黄金の渦から金貨を得るというのですか？ええ。その黄金は国へと関係があると。はい。ではそこから金貨を得るというのは奪うという意味ではないのですか？円卓会議は略奪を行いたいのですか？ですからお呼びしました。僕たちは国一族と敵対したくありません。それほどの金貨を一体何に？説明すればご協力願える可能性はあるのでしょうか？ありません。先祖代々の規定に反しますから。なぜ白江様は金城様にお話を？黙って金貨を奪うことも可能だったのでは？白は目的のためならどんな手でも使うけど、友達を作りたいときは別なんだ。は？友達？話したかったんだよ。嘘をつきたくなかったんだ。でも話し方が良くねえよな。というと？そもそも国へのあんちゃんは秘密主義だし、白のやつも新しい契約を結んだり新しい相手と商売するって時はお互いに腹割って向こうの事情を知ってこっちの事情も全部伝える。でもって希望をすり合わせて、あとは誠意祭りだぜ。おお、直継様は商人だったのですか。っていうか営業だけど。営業？
交渉術のスキルとかのことでしょうか。ったく、水臭さの塊だな。あれ、どういう意味だと思う？あ？では、その場所で会いましょう。虚空から現れる金貨が虚空へと消える、蛇行した川と忘れ去られた地下庭園で。は？しかしそこに至るには、多くの友が必要でしょう。どうやって最王の泉にたどり着くか。国へ一族の答えは、白江様たちの挑戦の結果次第とさせていただきます。多くの友、あれってどう考えても大規模戦闘レイドの予告だよね。ああ、パルムの深き場所の底にはレイドゾーンがあって、それをクリアしないと黄金は手に入らない。想定はしてたけど。となるとメンツが必要だな。うん、でも円卓会議のメンバーは動かせない。南の監視がついてるだろうし、こちらの動きを悟られたくない。じゃあどうするんだよ。当てならある。主君、失敗した。見込みが甘かった。信じきれなかった。暁は倒れちゃったの？そっか、僕もなんだよね。死んじゃった。本当に散々なクリスマスイブだったな。降り立った北の大地、そこにいる一人の男、その名はウィリアム・マサチューセッツ。誇り高き戦闘系ギルドのギルドマスター、かつてシロエとたもとを分かった男。そしてもう一人、その名はベニタス、かつてシロエに命を奪われた男。次回、無法者とミスリルアイズ。立ち上がれ、もう一度。